AD 藤本の自転車乗りまへんか。フィッティングを受けたのでヒルクライムやってみた。はい、どうもおなじみ AD 藤本です。はい、で、今回の自転車乗りまへんか、まあ、この自転車をねフィッティングしたんですよ、僕に合わせて。あの大阪ベコの方で、いろいろポジション合わさせてもらいました。で、その時にね言った内容が、まあ、フジヒルでブロンズを取れるようないい感じのポジションにしてくれっていうことを言ってもらったんですよ。で、具体的にどう変わったかっていう部分なんですけど、まずねシートなんですけど結構前に出てます。はい、でこれが、大体 2.5 センチぐらい、25ミリ前に出ました。で、どういう風に前出したかというと、普通にシートを止める位置を前に出したってのもあるんですけど、このシートポスト、前まではオフセットって言ってこう切って後ろにちょっと行ってたんですよ。後ろに行ってついてたんですけど、このままストーンとここにつくようになったんですね。これゼロオフセットって言うんですけど、オフセットしないっていうことなんですよ。だからまっすぐこのまま来てるんで、前よりだいぶ前に来たんですよ。うん、で、こっちのステム、このステムも2センチ短くなりました。前が90ミリっていう長さ使ってたんですけど、今70ミリっていう長さにして、前までねこの IGP スポーツのサイコンここにつけれてたんですけど、2センチ短くなったからつかんくなったんですよ。ハンドルも変わってます。ハンドルはどう変わったかというと、これは幅ですね。幅が、まあ、420っていう表記のものやったんですね。それが400っていう、ちょっとこう狭くなってます。こじんまりしてます。この手の位置も前に来たんで、手のところに余裕ができたんじゃないかなと。前までは結構こう伸びてる感じだったと思うんですよ。それがこう手前に来てるんで、少しこう前傾が緩くなってるんじゃないかなと。で、クヨの部分が、こちら、美濃市にあるあのカツオジ、距離にしたらね7キロぐらいあるはずです。緩やかなのがずっと続くんです。で、ここはスタート地点じゃないです。ここ中間地点なんですよ。だから一回下まで降りて、そっから上のカツオジっていうところまで行きますので、はい、最後までご覧いただけたらと思います。じゃあ、ふもとの方に行きます。自転車乗りまへんか。最初はね、このカツオジってのね、まあ、そんなに言うほど緩くないんですよ。まあまあまあ、じわりじわりと様子見ながら行きますか。はい、ただまあまあ、あの乗ってねすぐ分かることは、もうこのハンドルの位置、この手の位置がすごい手前にあるんで、上体がすごい起きる、呼吸はすごいしやすいですね。楽なポジション、攻めたポジションでは決してないですわ。ああ、ほんで今はだいたいシャドウ 10% ぐらいのとこに差し掛かってるんですけどね、踏みやすいです。こう骨盤が前に来てるんで、まっすぐ下に行ける感じ、それはもう顕著にある。すごい行けますわ。そのフジヒルのブロンズ行くとしたら、体重の、3倍ぐらいのワットをずっと出せなあかんとかよく言うんですけど、まあまあワットですからね。それ仮に60としたら180ワット90分とかね出せた方がいいみたいなことよく聞くんで、できるかそれね。結構ハードル高いですよね。ちょっと緩まってきましたね。いや、あ、緩まった言うてもここでも 8% ぐらいあるんか。ちなみに富士ヒルの平均シャドウは 5% から 6% ぐらいだったと思います。え、結構緩いです。はい、緩やかなところが続いて、途中下りもありますからね。激坂というよりも本場は一瞬だけです。ただまあ、このカツオジってコースはすごい似てるとされてますね。で、ここをまあね、ここが7キロなんで、距離にしたらまあ3回ってとこかな、3点数回連続で登るような。まあね、富士ヒル完走するだけならそんなにハードなことじゃないんですよ。この車体のギア比、後ろのねロー側が 25T しかなかったんですよ。インナーローでも結構重いんですよ。ただまあ、あの今回のフィッティングでね、しっかりこう踏み込めるポジションになってるから、若干マシになった感はありますわ。これね、最初出発するときパッと乗って、だいぶ変わったなという印象ありました。一発目から自然に乗れる、そういうポジションですね。前回ここでインプレ出したとき、この自転車買い立てのときですね、よりかなり速度域は上がったと思います。で、上がってなかったとしても、あの肉体的には絶対楽。よしよしよし、一旦ねこの辺からね下りに入るんですよ。で、ちょっと疲れてきたから筋肉変えてここかなと思ってたんですけど、このポジションやったら、その大臀筋、お尻の筋肉でも踏みやすい、そんな気がしますね。あの
上りってついついこの前もも大腿四頭筋の部分を使うことが多いんですけど、大臀筋でこうグッと踏む、それがしやすそうですね。だから疲れた時も筋肉を変えやすそう。はい、来ましたね、下り。ちょっとこのここで下りのポジション見てみましょうか。あ、でも全然違和感はないですね。上体がね、起きた感じになってるんで、そのほんの少しだけ体に風が当たるっていうのを感じるんですけど、別にそれがすごいデメリットに思うほどではないです。むしろこの下半にした時のポジション、でも今までよりハンドルが近くなってるんで、無理なく下半が握れる、それは正直ありますわ。あ、すごい下半が握りやすくなったな。あ、これはええな。特にこの下半の先端、要はバーエンドキャップがついてるあたりなんかもすごく握りやすくなりました。これだから臨機応変に割といいとこ持てそうな。で、そうか、ということはハンドルが近くに来てる分、ここ持ったら、まあフラットの部分ですね、めっちゃ上体起きるんで、疲れてる時はすごい休めれます。これで特に呼吸をねしやすくなる感じですね。あ、これええな。やっぱヒッティングって数字で言うとね、もうほんま何ミリとか、ほんま変えた人やったら10ミリだけ変わりましたとか20ミリだけ変わりましたって結構多いんですよ。ただそれでもね、体感ではかなり分かります。この人間の体ってそれだけすごいこの細かな違いに気づく繊細な感覚持ってるんやなってのは思いますよ。あ、違うわと。で、実際それで動きが変わって走りが変わるんで、乗った瞬間もう全然違う感じでしたからね。もうすぐ平坦が来るんで速度上げてみましょうか。そこで体への負担がどうか。よしよしよし、ちょっと下半でも行って、下半持ってたら結構しんどい方って多いと思うんですよ。このポジションはやむを得ずしてるから今は無理してこのポジションしてますみたいなね、下半持ってる方、下半って長時間したらしんどいようなイメージあると思うんですけど、これは長時間でもいけますよ。いける、お、いけるいける、全然。あ、すごいもんやなこれ。今までやったらこの下半握った時にお腹周りと太もも周りがすごい窮屈に感じる時もあったんですよ。だからその感覚というかね、柔軟性がないって言われたんで、前回のフィッティングでその窮屈さはないっすね。勝尾島で残り3キロ、ちょっとじゃあスプリントしてみましょうか。あ、スプリントも振りやすいな。あ、前より振りやすだった感じがあるんですかね。まあ、重心は高くなってますよね、上体が起きてるわけやから。うん、今回ね、まあ、こういう撮影なんで、その割と頑張って登ってるんですよ。で、結構こう踏み下ろすっていうか、ガッとこう踏む感じのペダリングしたら割と腰が痛くなることが多かったんですよ。これも皆さん経験あると思うんですけど、激坂をずっと登ったら腰痛なるみたいな、あれなんかもう若干軽減されてそうです。以前まで大げさに言うとこう、大げさに言うとね、こういう風なペダリングやったと思うんですよ。ただ割としっかりとここは保ててるんじゃないですかね。やっぱここが一つブレるとブレへんで全然意味変わってくるんで、前はね、でも大腿四頭筋で漕いでる感が強かったんですよ。うん、でポジション的にそういうとこで漕いでしまうポジションでもあったのかなと。なんかいろんな筋肉で焦げる感じがあるし、まあペダリングがしやすいとも言えるんですかね、それやったら。いやでもこれ正解やな、これこれはね、やっぱ上りが楽に攻略できるからどんどん上りに行きたくなる、そういうような感じですよ。正直言うとこれ前のね、この自転車乗ったインプレの動画見てもらったら分かるんですけど、上りは嫌やなって言ったんですよ。っていうのは車体は軽いけども、やっぱ上りが強いバイクではないのかもしれないみたいなコメントしてると思うんですよ。ただやっぱこう着実に一歩ずつ的確に登ってくれる感あるんで、強路は前に前に行く感じがあるんですよ、上りでやっても。うん、それがすごい心地いいから、上り全然行きたいなと、はい、思えるようなポジションになってますよ。
あ、こんな変わんねんな。ちなみにこれが今標準的なとこかな、 7% ぐらい。ちょっと立ちこぎ行ってみましょう。この辺で2段ぐらい下げて、うん、やっぱね、こうハンドルが手前に来てる分かな、しっかりとこの体重でこうペダルを踏める。立ちこぎしてる時って休むダンシングとも言うんかな、これしっかりこのペダルに自重を加えながら、一歩ずつ行くじゃないですか。これがやっぱね、体の位置がそれをしやすい位置に来てくれてる。ダンシングというかこの立ちこぎ上りのこれポジション合ってなかったらね、結構体しんどいんですよ。これもさっき言ったように腰が痛くなる要因の一つだったんです、僕。これもね、さっきの下半と一緒でずっとできそう、ずっとできる多分。おー、なこれ。ちょっと今疲れたからここ行きましょうか。だって直立してるみたいもん、ここ行ったら。おお、でもこうね、シートとハンドルが、まあ、約5センチぐらい近なってるんですよね。それだけでこんな変わるんかっていう。これ最後ラスト1キロぐらいだったらすごい飛ばしてみましょうか。でこの最後飛ばせるっていうのも、途中でやっぱペダリングを意識しながらいろんな筋肉で漕いでる、その要因が結構大きいと思うんですよ。もうゴールドバーかな、どれくらい余力が残ってるかやってみましょうか。よしよし、あ、自然に触れる。あー、これでも回しやすい、だいぶこれぐらい激しく乗っても回しやすいっすわ。あー、疲れた。言うても疲れた。はい、終わりです。あとはちょろっと下って勝つ。おじい、あー、きつい。自転車乗りませんか。まあ、今回これね、初めてフィッティングを乗ってみたんですけど、まあ、印象としてはね、全然違います。あの乗った瞬間、その別の乗り物っていう感覚まであるぐらい違うんですけど、いざでも登り始めたら自然にそれが体に馴染むというか、違和感がないというか、これ不思議な感覚でしたね。登ってみたらね、あのすごいいいとこばっかりが見つかっちゃいました。まあまあ、もうちょっとね、平均速度上げて富士ヒルでもしっかりブロンズ取れるよう、こっからもしっかりトレーニングしていきたいと思います。あ、最近乗ってなかったからちょっと練習不足もあったかな。まだまだこれからもね、いろんな挑戦とか、こういうヒルクライムのトレーニングとかもしていくんで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃあ最後に渾身のギャグいきたいと思います。恒例になりつつある謎かけいきたいと思います。練習不足とかけまして、仕事中の船乗りと解く。その心はどちらも後悔してるでしょう。これは今日移動中ずっと考えてました。ちゃんと予習した甲斐があった。後悔しておりません。